大谷翔平賞は将来間違いなくできるから中身を詰めておこう。22年谷ぐらいの成績がやっぱ基準やろか。2022年、投手大谷15勝9敗、防御率 2.33、 打者大谷34本塁打、11盗塁、 OPS875。 2023年、投手大谷10勝5敗、防御率 3.14、 打者大谷44本塁打、20盗塁、 OPS1.066。 二刀流が大谷以外から出て5勝以上10ホームランとかするやついたら賞ができるかもな。いや、10桁10桁やろ。それだと誰も達成できないっつーの。最初言われてたパイオニア、もう誰も言わなくなったしな。大谷しかできんって分かって。ジャッジやレアクルーズも落ちれば投手やれるはずやけどな。ジャッジは大学時代ちょっとやったらクソしんどかったから無理って言ってたような。打者来て投手来てでええんちゃう。それが一番難しい。とりあえず盗塁は見逃してあげよう。ぶっちゃけ10勝10発は厳しすぎるからやっぱ5勝かな。基準としたら2桁勝利30本塁打だろうけど、こんなん不可能で5-0の方が可能性あるとかいかれてる。個人的に外野とクローザーの二刀流ならいけそうに思えるけど、それさえできてないの見るとやっぱ不可能なんかな。今大谷見てる小中学生がプロになるのが10年後くらい。その頃にはコツコツ二刀流で活躍する選手が現れると思う。大谷はそもそも高校時点で160キロ投げてる異常者やし、できるとは思うが毎年受賞者なしになると思うわ。沢村賞みたいに厳しい基準が設けられる。 W 規定到達だけで大谷賞や大谷含めて今後達成する人おるかわからんけど、日本人の名前の賞がアメリカでできるとは思えん。ロベルト、クレメンテ賞とかヒスパニック限定の賞あるから、もっとも活躍した日本人選手に与えられるとかならできるかもしれん。最高の投手にはサイ・ヤング賞、最高の打者にはハンク・アーロン賞、最高の選手には大谷翔平賞って並びになればいいね。最も盗塁とホームランをしたやつに贈られる賞か。ホームランと勝利数でええやろ。管理人のつぶやきっていうか、賞は争う相手が複数人いないと盛り上がらないので、二刀流が複数人生まれないと二刀流絡みの翔平大谷賞の設立はない気がします。でも大谷さんは何かしら名前が入った賞ができそうな気がしますけどね。皆さんの予想やご意見があればコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。